お、いきなり男前になった。あ、隠れた方だ。イエーイ。これは何ていうバイクですか？これはシグナスです。マフラーはどこの？これマフラーはね、ここから元はビームスで、ここから変えてます。あー、ビームスの。ボアップ。イナシシ。155。おー、はい、素晴らしい。はい、これは KSR。あ、じゃあ、ごめんなさい。デイトラッカー。250。はい、お、AMF が入ってありますやんか。はい、あとそのもんね、これ。選択肢、すごいですね。選択肢してますね。何年モデルですか？これで2008年。オーケーです。はい、こちらのオーナーさんは？こちらのオーナーさん、はい、何でしょうか、このバイクは。何ですか、これは。この何なんか分からへんねん。大丈夫。これはすごい。これデュオだ。デュオ、デュオやん、フロント。あ、うん、フロントデュオ。フロントデュオ。ちょこれちょっと言うて、前やって、前や。とてもジーマに見えない。ちょっと前やで。いや、あの、そっち。マスター、これわかります？どれ？ディスクじゃないですか。はいはいはい。で、後ろはドラムなんですよ。おお、70年代一点やね。ほんでね、このブレーキレバーが、うん、僕右手が関係、これ一本でコンビにしてるんですよ。おお、ABS。要は前がやつで、うん、後ろドラムワイヤーで、うん、これワイヤーじゃないですか。はいはいはい。どうやってかけてるか知ってます、あれ？あそこで分岐してる。あのね、リレーで。ああ、そうそう、前だとそうなんだけど、うん、ここにマスターシリンダー。おお。これ。僕のほら、あの500のマッハが。油圧でワイヤー引きな、それと多分一緒の方式、逆方式。エンジンを聞かせてもらえる？ビームスやん。これでは初登場やな。いや、僕一回来てます。これで一回来てます。はい。次はリトルパイに成功することをお祈りしてます。帰りはマッハで。どこまで行く？どっち向いて帰るの？